おじいちゃんが、なんか助けっかって言われて、いや、大丈夫です、いいですって。大丈夫ですよ。皆さん、こんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。今回は、私の SNS の DM や YouTube へのコメントに、車椅子の方を見かけたらサポートした方が良いのでしょうかというコメントをたくさんいただいていました。ですが、声をかけても余計なお世話だよと怒られたことがあり、声をかけづらくなりましたという声も同時にいただいていました。まあ、それって、まあ、私なりの考えではありますが、やっぱりお互いが関わる機会が少ないからこその障害がない方と、車椅子ユーザーの見えない壁というんですか、そういうものなのかなと私は感じています。そこで、以前私をフォローしてくださってる車椅子ユーザーさんの方々にアンケートを取りました。声をかけてほしい？かけてほしくない？この2つの質問をして、多くの方々に回答していただき、やっぱり大半の方々は声をかけてもらうのが嬉しいという回答でした。ただ、声をかけてもらうのは嬉しくない。必要であればこっちから声をかけますという方々もいました。障害があるイコール大変そうって悪い意味ではなくて、ポッとなんとなく自然に頭に浮かんでしまうっていうのは、関わりが少ない今の環境だと仕方ないことだと私は思います。私自身も今この立場になっていますけど、そうじゃなくて今まで関わったことがなかった車椅子ユーザーさんの気持ちとか、まあ、そういうのを知る機会がなかったら、こう車椅子をこう一生懸命漕いでる姿を見たら大変そうだなとか、届かないものに対してこう頑張って伸びてたらやっぱり大変そうだなって思ってしまってると思います。まあ、なので、私が今この環境になって思ったことなので、これは完全に私個人の意見ですが、一人で、出歩いている車椅子ユーザーさんっていうのは、一人である程度できて、一人で出歩いても基本的には問題がないという方々が一人であっちこっちに行っていると思います。なので、ある程度は自分でできます。まあ、できなければやっぱり付き添いの方がいたりするので、何かアクシデントがない限りは基本的に一人で活動できてる人が一人で行動してると思ってもらえた方がいいのかなと思います。なので、私が以前伝えたサポート動画というのの中に、落ちたものを拾う、高いものを取る、また別の動画で坂道を登るというのがあるんですけども、絶対に無理っていうのはあんまりなくて、めちゃくちゃ大変、でも頑張ればできなくはないっていう人が結構一人で行動してる人の中には多いです。でも、その中でやっぱりできない、そもそも本当に絶対無理なのであれば、多分落ちたので取ってくれませんかってもう先に声をかけちゃうと思うんですけど、頑張ればできるっていう人の場合は、頑張って取ろうとしてるっていう姿を多分見かけることが多いんじゃないかなというふうに思います。でも、それって例えば障害がない方が重たいキャリーケースを持って階段を上がるときに、頑張ればできなくはない、ただ声をかけてもらって助けてもらったら楽だっていうのはある。まあ、その気持ちと一緒で、でも声をかけてもらったとしてもできなくはないし、ましてや自分のものなのにそれを他人にお願いするっていうことはありがたいんだけど、すごく申し訳ないから、いや大丈夫です、頑張って持っていくんでありがとうございますっていうことで断ることも多い、まあ、そっちの方がもしかしたら多かったりするだと思うんですけど、まあ、そういう感じのイメージで、捉えてもらったら、車椅子の方が声
声をかけてもらって断る時の気持ちっていうのはそういう気持ちなんだよっていう、まあ、私なりの考えですけどっていう思いで捉えていただけたらいいのかなっていうふうに思います。なので車椅子ユーザーさんも困っていたらやっぱり自分からサポートをお願いすることっていうのは大切ですし、そうじゃない方も声をかけることって悪いことではないので、せっかく声をかけたのになんで断られちゃったんだろうって思わずに、あ、わかりました、ではではみたいな感じで気にせずに立ち去っていただきたいです。でまた違う時に耳かけてお急ぎでなければまたその繰り返しになってしまうかもしれないですが、お声掛けしていただいたらとても嬉しいです。怒鳴られた、怒られたっていうのはそれは車椅子障害者関係なく人としてどうなのっていうことがあるので、嫌な気持ちになったかもしれませんが、一括りにはせずに、もうその記憶はぜひ忘れて新たにね声をかけていただけたらというふうに思います。そして、3点ほどお願いなんですが、まず1つ目、声をかけるときに大丈夫ですかってやっぱ声かけられるのがあまり好きじゃないなっていう方が多かったです。なので何か手伝えることありますかとか、お手伝いしますかみたいな感じで声をかけていただけたら嬉しいのが1つと、声をかけて、いや大丈夫です、ありがとうございますってこっち側がお断りしたんだけど、なんかでも声をかけた側はやっぱりこう見慣れてない、本当に大丈夫なんだろうかっていう思いがあったりすると心配で見てるっていう行為があります。私も実際そういう経験があって、地元のスーパーのところで、こうスーパーってやっぱり目の前に車椅子駐車場があるので人がすごく通ります。でそのところでこう車椅子を乗せるようにこう分解してるのを見たおじいちゃんが、なんか助けっかって言われて、いや大丈夫です、いいですって、大丈夫ですよ、いやいいなだみたいな感じで言われたんですけど、あ大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございますみたいな感じでこう何回かやり取りした上で、あだがって言って一歩下がってずっと見てた。まあ、それはもしかしたら珍しくて見てくれてたのか、本当に詰めるんだろうかって思って見てくれてたのは分からないんですけど、やっぱ私は嫌とかではないんですけど焦っちゃうんですよね。あやばい見られてるから急げ急げみたいな、それかもうかっこよくやろうとか、なんかいろいろ思っちゃうことがあるので、まあ、見たい気持ちも分かりますですが、申し訳ないですが気にせずに立ち去っていただけたらとっても嬉しいのが1つ。最後3つ目ですね。エレベーターの開閉ボタンを押していただいて、先に降りてくださいどうぞと言ってくださることがやっぱりたくさんあるんですが、まあ、これはちょっと細かい話になってしまうんですが、扉が後ろにあってなおかつ旋回スペースが取れそうなくらいのエレベーターの場合は、旋回して扉に対してこう正面を向いて出たいっていうのは正直あるので、その場合こう押していただいてると、そこの人の分のスペースプラスこう足にタイヤがこうぶつかってしまいそうになることがあるので、そこは私も先にどうぞ降りてくださいって言います。でもあっちは気使って言ってもらってるんだろうなって思ってるので、いやいやどうぞどうぞ先に降りてくださいみたいな感じになっちゃって、あーっていうことが結構あったりするので、まあ、そこも先に降りてもらっていいですよって、もし車椅子ユーザーさんの方から言われたら、あ、わかりましたって言って降りていただけた方がこっちとしてはとてもありがたいです。その他ですね、扉の開け方とかっていうのも開けてくれる方々とかいらっしゃる時とかあるんですけど、立ち位置ですごくあそこに立たれるとっていう時があるんです。ただ開けてもらってる分すごく言いづらかったりとかするのもあるので、その開閉のサポートっていうのが以前神戸医療福祉専門学校の動画の方で撮ったことがあるので、ちょっとそちらを見ていただきたいんですけど、その立ち位置っていうのもやっぱり気づかない部分があるので、
ぜひそちらを見て、あ、なるほど、ここに立ったら邪魔にならないのかとか知っていただけるととても嬉しいです。こんな感じで、私個人の声であったり車椅子ユーザー側の声をお話ししました。でも結局は人と人とのコミュニケーションだと思います。声をかけられた側がしてもらってるとか、声をかけた側がしてやってるとか、そういう感情があるとどうしてもモヤモヤっとしたものが浮かんでしまうので、深くは考えず声をかけたいなって思ったら声をかけていただいて、あ、今はでも必要ないなって思ったら、あ、大丈夫です、ありがとうございますって、言って、あ、はい、わかりました、ではではみたいな、なんかそんなゆっくりふわっとした空気感になってくれる世の中であってほしいなと私は思います。なんかどうしてもしてやってるのに、してもらってるのにみたいな、そこが生まれちゃうと絶対ギスギスが生まれてくると思うし、なんか言い方がとかそういうことが発生してもらう、まあ出会ってもやっぱりこう手伝ってもらったらもう感謝するのは当たり前だし、してもらうことが当たり前だとは思ってはないです。ただなんかそういうのを突き詰めてしまうと、結局なんかじゃあ人と人とがこう助け合うっていうことがすごくなんか恩着せがましくなってしまうのも私はなんか違うんじゃないかなと正直思います。軽くお互いがありがとう、ありがとう、どうもでした、どうもでしたみたいな、そういう世の中であってほしいなと思っていますので、こういう声をね、聞いたことがない、聞く機会がない声を届けるのも私はこの YouTube の役目だと思っておりますので、皆様今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、という感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Making love with you.